尊王攘夷の御用金だ。有金残らず差し出せ。上智、罪なき町民を脅し金品を強奪するとはもってのほか、許さん。天柱では、こいで決まり申した。江戸城総攻撃は3月15日でごわす。さあさあ、勝った勝った。駿府のお城に3丁の兵が入城した。次はこのお江戸を目指して、いつやってくるかわからねえよ。え、江戸城総攻撃なんてことなりゃ、このお江戸は瞬く間に焼け野原になっちまう。詳しいことはそれにすっかり書いてある。時の流れをよく知っとかねえと、一生この世に悔いを残すことがあるよ。それほどできない変わるわんでい。さあ、買ってくれて。はい、早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 い、買ってやって。はい、おじさん、買ってきたよ。私はいつもすまないね。はい、ありがとう。三丁住んでいるよ、賭博士。ねえねえ、賢明堂さん。おう。一体このお江戸、どうなっちまうのかね。どうなっちまうって、お前さん、瓦版売りしたって、あれかい、中身が分かってねえのかい。いや、字が全然読めねえんだよ。字が読めねえ、うん、そうかい、そうかい。今な、わしも読んでるところなんだけど、これはなかなか難しくてな。そう。大きな文字は言えないから、わしも分からない。ねえ、見てちょうだい。お江戸が大事な時にも、姉さん、手相なんてのんきだね。お相手様。ねえ、天明堂さん、このお江戸には黒ずきん様がいらっしゃる。いよいよとなれば、何としてでもこのお江戸を守ってくださるわ。ね、おじいさん。まあ、まあまあそんなとこから。あ、どれどれ、見て死んで。で、何お姉さん見てあげましょう。そうね、商売繁盛するかしら。ほんほんほん、商売繁盛ね。どれどれ、おお、なかなかいい手相はしていなさるが。どれどれ、はあ、これはびっくりした。また江戸一番の大目玉。
切り捨てい。この切迫している状況のもと、いつまでも黒ずきんに手間取ってはおられん。撃ち殺して構わぬ。しかし、奴には罪状が。大島。はわしは浪人目付役、しかも市中取締役も兼ねておるのだ。ごもっともです。そのわしの顔に泥をかけおった。いや、そ、これは幕府の威信にも関わることだ。それは全くその通り。見回りの者を強化せい。ございます。鉄砲を持たせろ。はっ。殿、牢屋敷に薩摩の衆が押し入りました。何？大島。はっ。はい。うわマロウ氏が山賀志功を救出して何をしようとしておるのか分かっておるであろうな。江戸城七つの抜け穴の絵図を手に入れるためでございましょう。万一絵図が薩長の手に渡るようなことがあれば、江戸城はその抜け穴から攻め込まれ、一時も持たんのだ。それは存じております。青江、山賀志功から何としてでも至急聞き出せ。世上に倒幕の声が上がり始めた頃より、今日のような事態になることを憂い、思考を責めてまいりましたが、頑として口を聞きません。抜け穴は探してみたのか。延べ200名の者に当たらせましたが、広い御城内、とんと分かりませぬ。いかがいたす。薩長の軍は間近に迫っておるのだぞ。手は打ってございます。必ずこの青江、絵図を手に入れてご覧に入れまする。頼むぞ。噂の黒ずきんはどうした？それがいつまでものさばらしておいては、市中取締役としてのその方が責任を取らねばならんぞ。わざわざ呼び出してすまぬの。いやいや、中川の宮様のお呼び出し、この長野に今日明日にもかかるかとお待ち申しておりました。ではそちの耳にも入っていたか？はい、薩長の江戸城攻撃の日取りが決まりましたことにござりましょう。うん、
それでは江戸市中は焼け野原になる。私にはあの浜売り御門の悲惨な姿が焼き付いてよ。戦に巻き込まれる民衆の姿を見るに忍びない。いや、民だけではない、この国の行く末が案じられる。まさに仰せの通りにござります。何としても避けねばならぬ。西郷と勝に伝える良い手立てはないかのう。されば江戸には榊原源一郎殿が。あの男ならば。では直ちに。遠路大義であろうが。ほほはあ、悪ながらいい手相してるな。女にもなかなかモテるしな。ちょっと金の方が。ああ、もしもしもし。あ、お金のなさそうな五郎兄さん。ちょっと。何？あ、これは大変だ。お前さん方、絢爛の層が出てるよ。これは冗談だ、冗談だ。どうだろうね、退屈しのぎに人と手相でも見ないかね。必要ない。だから、権利を半分にしとくからさ。なんて、ごまかして言っちゃった。私をお探しか。どうぞ。ご苦労。お役者。天明堂。これはどうもお客様。今の騒ぎ知らねえのか。今の騒ぎって黒ずきんじゃよ。黒ずきんがまた出たんですか。おお、そりゃ大変だ。どれどれ拝見しましょう。あんたあれでしょ、黒ずきんが好きでしょ。拙者か。一度はこの銃でこの星の下で黒ずきんを射止めてみたいもんだ。あんた黒ずきんに憧れてんでしょ。ちょっと、どうもいらっしゃい。手相見てほしいんだ。これはまたなかなかいい手相してるね。そうかね。天明堂。じゃあな。天明堂。どうぞ。なんか用か。今日から羽村様という方がお見えになりました。そうかね。それでどこだ。いや、片舟の中です。分かった、なかなかいい。ずいぶんひどい手相してるね。顔もひどいけどさ。
川の宮様のご意向、源一郎しかと心得ましたとお伝えください。お頼み申す。はあ、私めも江戸を戦場にはいたしたくありません。旦那、気をつけてくださいよ。命は一つしかありませんからね。分かってるよ。どうせ俺が死んだって泣くやつなんか言いやしねえんだから。そんなことありませんよ。いるか、ここに一人。それと、それと、よしよしよ、分かってるくせにあんなこと言っちゃって。花ちゃん、いいかい？これはね、こっちが出船だろ。それは沖屋さん、うちは船宿なんだから、こうやって入り船にしなくちゃ、ね、そうなんですか。そう、知らなかった。今直します。私やっとくから、そっちで洗い物してちょうだい。じゃあお願いします。はい。あ、びっくりした。もうまたやだ。あ、おかみさん、どうも遅くなりました。まーちゃん、ご苦労様。すまないわね、お客さん少ないのに毎日。いえいえいえ、まーちゃんの腕が泣くわね。あっしよりも、あの船と竿の方が差しっぱなしじゃ。どうも、あくびし。しょうがないわよね、こんなご時世ですもの。ええ、まったくです。ところで、源一郎さんは追ってくるんじゃないですか。また寝坊。相変わらず夜遊びやめないの。ねえ、おかみさん、ハゼでも釣ってきましょうか。旦那好きだから。そうね、いいわね。そうじゃ、じゃあお願いします。先生、榊原源一郎と申される方が。よう、榊原君、お待たせしました。どうも、お稽古中お呼び立てして申し訳ございません。いやいや、で、何か急用かね。実は勝先生に中川の宮様のご意向をお伝えして、西郷さんと談合していただくようお話願えませんでしょうか。やってみましょう。勝先生の同意は得られると思いますが、西郷さんの方が。難しいことはよく分かっております。しかし勝先生は薩摩の増光清之助さんを預かっていると聞きました。山賀殿、薩長の江戸城攻撃が決定したそうだ。早急に抜けている絵図四丁が必要になった。6年の間、よくも同じことを聞かせてくれたな。どこにあるのだ。表情もほどほどにせい。おいそう、八田五郎が伊豆から戻ってきました。どうやら子供たちは江戸に来ているようです。聞いたかな、山賀殿。その方の子供たちは江戸へ来ているそうだ。おそらく父親を探しに来たのであろう。山賀の子供たちを薩長の手には渡せ。必ず探し出せ。は。何か。無駄かもしれんが、当たってみるか。おいしかった。源一郎さん、
まっちゃんだって大変ですよ。あなたみたいな人背負い込んで。まずいですよ。まっちゃんそう言ったのか。いいえ、そんなこと。そりゃあの人にとっちゃご主人ですもの。でもね、男で一つでしょ。大変よ。私にはわかるわ。じゃあどうしたらいい。ここいらっしゃい。ここっておゆうさんの子の家か。そう。そりゃダメだよ、女一人なんだから。でもお花ちゃんもいます。いや、しかしさ、それは私が嫌いなんですか。いや、嫌いなの。いや、ちょっと好き。お客さんですよ。お客さん。あれ、榊原源一郎は来てるかって。あ、そう。源一郎さん、いやいや、お嬢ちゃんのために全部持ってらっしゃるんだ。おい、こりゃ珍客だな。ちょっと顔を貸してくれんか。いいよ。どこ行くんです。あ、ちょっと。ところだ、おい、よくお前ここが分かったな。小谷道場の仲間から聞いた。それじゃ今でも道場行ってんのか。小谷先生はお元気か。知らん。今は時代が違う。これからはここだ。お前らしいな。ここに入り浸っているそうだな。まあな。それで貴様俺になるの。お主山賀志向の門下生だったな。だがすぐはそこは辞めちまったんだ。山賀の家族を知っているか。俺がいる頃は確か家族は伊豆の方にいると聞いていたが。子供が江戸へ出てきている。姉が17、弟が14。聞かぬか。いや。おい、用ってのはそれだけか。俺もお前に一つ聞きたいことなんだ。幕府は山賀先生を封じ込めてるってのはそれは本当か。いや、丁重に扱っておる。おかみさん、買ってきましたよ。すごいんですよ、今日は。どれどれ。あら、ゆうべもやったのね。そうなんですよ。黒ずきんって一体何者かしら。さあ、誰でしょうね。またそんなもん言うんだよ。あら、強い。あ、おかえりなさい。ね、強いのね。まあ、それにしても大したもんよ。命を張って悪と立ち向かう。立派だわ。ね、幕府のお役人や兵隊さんたちじゃ頼りになりませんものね。今や黒ずきん様様よ。方とは大違いですね。お花ちゃん、あの人あれでいいとこあんのよ。そうですか。そうよ。何、悪を打つ黒ずきんか。どうしたの。いやな、6年目のこと思い出した。私も。ねえ源一郎さん、覚えてる。私が時々頼まれて山賀先生のとこにお掃除に行ってたでしょ。あなただったら先生が一生懸命ご厚意なさってるのに居眠りばっかり。俺はどうも学問ってやつが苦手だったんだな。その代わりやっとの方はムキになって。そりゃそうさ、木刀振って汗びっしょりかくと気持ちがいいんだよ。私がその汗拭いてあげようとすると邪気に手を振り払って。そうだったかな。そうよ、忘れないわ。そりゃすまなかった。そしてある日急にふっといなくなっちまった。これね。
京都から帰ってきてさ、このわらべがあるんでほっとしたんだよ。おゆうさんもとっくにお嫁さんに行っちまったもんだと思ってたんだ。ここのおかみさんになってるって聞いて驚いちまった。なんか行く気がしなかったの。でもよかったわ、お父っつぁんたちがこの船宿残してくれて。でも官軍が江戸に攻めてくるってやから、このうちもどうなるかわからないわね。まあ、そうならなきゃいいんだけどな。まあ、命だけ助かりゃなんとかなるわ。そうだ、ね、源次郎さん、そうならない前に私の田舎の一ノ関に行かない？一緒にね、行きましょうよ。それおじゅうさん、ね、ちょっと気が早いんじゃねえかな。そう、女って先々の心配するもんなのよ。そうか。今日ごちそうさん、松が帰ってたら先に帰ったってそう言ってくれ。あら松はもうすぐ戻りますよ。待ってらっしゃいよ。いや、酔いざましな、ブラブラ一人で歩きてるんだよ。源次郎さん、源次郎さん、榊原君、中川の宮様のご意向、必ずや駿府の西郷さんに。はあ、松水さん、何もよろしく。心得ました。ご成功お祈りします。失礼します。町が焼け野原になっちまうよな。早く帰って逃げ自宅しなきゃ。流れ玉なんか当たったら死んでも死にきねえや。そうだ、まったくだよ。勝さんですね。そうだが、そのまま動くと背中に穴が開きます。西郷さんの命令ですから。ありがとう。君は誰かね。一階のスローに。君が今評判の黒ずきんだ。大事なお体ゆえ、くれぐれも身辺ご注意なされ。一緒に来な。おらどこ行くんだ坊主。何やってる、何やってる。山下村、このガキ。ついてくれ、いいんだよ。うん、おら。やたんごろ。後ろへ下がれ。
兄弟、こっちへ入ってまいれ。黒月。ついてまいる。離れるな。お二人さん、こんにちは。あれ、黒ずきのおじさんは？あ、わしはな、黒ずきんさんの友達でな。さようでございますか。お二人のことをな、黒ずきんさんに頼まれてな。さ、さ、さ、早く行こう行こう。ま、さまいのまいの。山賀の子供たちを連れ去ったということは、黒ずきんが抜け穴の絵図を狙っているということだ。しかし、おい様、それは偶然では。甘い。はそうだ。黒ずきんを誘い出す良い手がある。黒ずきんの偽物を使うのだ。偽物？大井様、その偽物、ぜひこの大井様八郎に。邪魔者！皆さん、あの、今日からね、うちへ同居することになりますから、よろしくお願いします。おかえりなさい。ああ、ただいま、ただいま。さあ、さあ、さあ、入って入って。足元気をつけてよ。さあさあ、入りなさい、入りなさい。今日からちょっと分けるんですよ。上がって上がって。汚いところだけどね。おお、さあさあさあ、お姉ちゃん、ここへお座り。ありがとう存じます。それはな、おじさんが片付けといてやろう。さあ、お茶でも入れようかね。どうして天文長屋って言うんですか？それはね、ちょっと上を見てごらん。ほら、穴が開いてんだろ。あそこからね、お月様やお星様が見えるからだよ。なんだ、屋根が壊れているってことですか？うん、玉三郎。まあまあまあ、よろしいよろしい。その分だけね、家賃が安いんだよ。おう、ところで、三葉と申します。三葉さん、おお、それはいいお名前ですな。あの、ところで、さっき叩いていた太鼓なんですが、あの太鼓の叩き方はどなたに？幼い頃から父に。ほう、そうですか。して、そのお父上は？はい、父上は玉三郎。まあ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 、人にはそれぞれ事情があるもの。まあ、それにしても当分は外へは出ぬ方がよろしかろう。あの八田五郎という目明かしはしつこい男じゃから。お世話になりながら申し訳ありません。いやいやいや、もう困ったことがあったらこれからもね、何でも相談に乗りますからな。ありがとうございます。しまった、騒ぎに取り紛れてすっかり自分の商売道具忘れてきちまったよ。お行さん、お行さん。おはよう。なんだい？いやいやいや、びっくりしなくても大丈夫だよ。あのな、うん、すまないけど、この娘さんのな、この町方の着物をなんか選んできてやってほしいんだがな、うん、それからな、この髪形も頼むよ。いいよ。もう一つ、可愛い感じですよ、買ってきてやってくれ。あいよ。おい、行ってくるよ。黒ずきんの野郎、ちっとも現れやせんぜ。黙れ！
とびやってろ。やさみやさみ、お前の前でひらひらするのはなんじゃいな。とことんやれとやれな。おかみさん、おかみさん、大変なんですよ。どうしたの？クロズキンがね、悪行を働いたんですって。まさか。旦那の偽物を現れました。商家の主を切ったそうです。どういうつもりなんですかね。果たして誠の黒ずきんか、はたまた偽物か。黒ずきんがこんなことするわけないですよね。もう嘘嘘、こんなのあってたまるもんですか。嘘に決まってますよね。もうこんな偽物よ。あ、旦那、旦那どこ行くんです？あら、何プンプンしてんだろう。黒ずきんがさ、逆らいもしない大宮の旦那を切ったんだってさ。じゃあいよいよ本性を現したんだな。でも信じられないよね。でも甘い人間なんてさ。何すんのよこのガキ。すいません、どうも申し訳ありません。皆さんこんにちは。天明堂さん、小判じゃないかよ。あんなたくもう本当にしょうがないもん連れ込んでよ。何かあったのかよ。あ、そうか、それともすまなかった、勘弁してくれ。さあさあさあ、行こうか。天明堂おじさん、うん、黒ずきおじさんは悪いやつしか切らないよね。ああ、そりゃそうだと思う。じゃあ大家さんを切ったのは偽物だよね。ああ、そうだろうな。黒ずきおじさんは困ってる人を助けてくれるね。うん、そう思うよ。天明堂おじさん、黒ずきおじさんをよく知ってるって言ってたね。ああ、よく知ってるとも。あらね、一番仲のいいお友達だよ。黒ずきおじさんに頼みたいことがあるんだけど。なんだいそれ。父上の行方を。玉三郎。いいじゃないか、もう。天明堂さんはいい人だよ。私からお話しします。私たち、父は山賀志向といい、6年前王政復興を唱えたと言われ、幕府に捕らえられてしまいました。私たちはその前に亡くなった母の実家である伊豆に預けられました。ほう、それでお父上を探しにこの江戸へ。はい、一目会いたく、そう思いました。ああ、そういう事情があったのか。それにしても、あの八田五郎がなんでお前さん方を捕まえようとしたのか。単に山賀志向の子供というだけ。それがどうもわしにはわからんのだ。それは父から私が大切なものを預かっているからではないかと思います。ほう、その大切なものとは。普通の人には用のないものでございます。そうだな。もっともっとも。できた。まっさん先に帰るわよ。これはやみそうにもないわね。やみそうにないから泊まってってもいいのよ。おい、人の気も知らないで。バカ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 。
様は三好町大口屋の寮だな。うん、蔵前の伊勢屋は雇い人が多いから気をつけろ。何十人いようとかかし同然、この格好を見せるといっぺんに触れ上がるさ。それにこっちにはり役にしてはゲスなことを思いついたものよ。置いていく、いたわってやれ。待て、なんとも力不足でございました。西郷さんは会うに会ってくれたんですが、お互いに条件が。すると江戸の戦火は免れぬかな。山岡先生、西郷さんはいつ薩摩屋敷に入ります？今日にでも入るとのことです。そうですか。ではまだ望みはあるな。江戸町民の不安も日ごとに強まっているようだが。仮に打ってはいけ、もうはん。おはんたちは牢屋敷に幽閉されちょう。山賀先生を救出するために選ばれたとじゃ。いけんしてん、山賀先生を助け出さねやならん。こいか、目立たん場所で休息し夜を待つ。最後の打ち合わせはそん場でやいます。おにぎりだよ。大きいのがいっぱい入ってるからね。一度に食べるんじゃないのよ、お腹壊すから。それから途中生水には気をつけるんだよ。
おおきに。おおきに。あ、暗くなったら早めにどっか泊まるんだよ。危ないからね。いいね。はい。あ、そうそう。これ大して入ってないけど、なんかの足しになるだろう。おおきに。あ、犬なんか構うんじゃないよ。近頃の犬は怖いんだから。わかったね。はい。あ、道聞くときは親切そうな人に聞くんだよ。そうだ、年寄りがいいよ。年寄りに聞くんだよ。いいね。はい。どうしたんですか。あの子たち、大阪で今度の戦に巻き込まれて両親とも死んじまったんだって。それでね、おじさん夫婦のいる上総の立山まで、あんな小さいのに二人。本当におかみさんって泣き虫なんだから。戦って本当に嫌ね。おかみさん、お客さんらしいですよ。あ、そうかい。いらっしゃいまし。静かな部屋を。はい、あ、どうぞこちらに。どうぞ。ああ、助かった。飯は炭申した。酒と風呂とたくあんの尻尾でよかですて。こうだもんね。一時はどうしようかと思ったわ。本当ですね。それでいいかしらね。そうですね。あ、そうだ、お花ちゃん、ちょっとお風呂見てきてちょうだい。はい。よし。旦那、西郷さんのご返事はどうだったんですか。断られた。勝さんの条件は飲んでもらえなかったんですか。西郷さんの独断というわけにもいくめ。薩長殿の連合だからな。これは戦になりやすね。いや、最後の最後まで望みを捨てちゃいけないな。旦那、腹くくったんですね。ごめんなさいまし。お茶をどうぞ。あの、それからお湯が沸きましたんで、どうぞ。すいません、小さいので順番にお願いいたします。あ、どうぞこちらでございます。飲めどけ。旦那、このままじゃ日本はダメになっちまいますね。ああ、まっちゃんに分かっていて政治を司る奴に分かるってのはどういうことなんだろうな。旦那、気分直しにあのうなぎでも食いに行けすか。そいつはいいや。お、丹波へ行こうか。へえ、丹波。お、でこのまま船を回します。いやいや、おゆうさんとお花ちゃんも呼んでやろうじゃないか。そいつはいいや。急いでやってくれ。へい。おかみさん色っぽいからな。そうか。ごめんなさいまし。おお、遅くなりまして。どうぞ。あ、こっちへ来やい。おゆうさん、お花ちゃん、一緒にうなぎ食べに行こう。え、
さあ行こう行こう、早くして早くしてね。どうしたんだ、どうしたんだよ。どこ行ってたんですか。いや、どこ行っとったの。まあ、ちゃんと一緒に。なんだってあんな浪人を止めたりしたんだい、バカ。おゆうさん、おゆうさん、しっかりしろ。よかった、おゆうさん、よかった会えて。もう一度その声を。それでね、うん、待っていたんですよ。おゆうさん、うれしい。しないよ。
さあ木原さん、私も中川の宮様と同じ考えです。しかし人の出会いというのは不思議なもんです。あなたに一つお願いしましょうか。私はね、榊原さん、今の時代の流れを押し止めることは何人にもできないと思っています。だといってその流れのために江戸の民を犠牲にすることは断じて私はできない。知りたいと思っています。榊原さん、西郷さんに会ってください。わかりました。では勝先生。はい。新選組の近藤局長がお見えです。おう。いやいやいや、お引き合わせしましょう。近藤さん、どうぞ。紹介しましょう。こちら近藤局長、それから向こうは有名な人斬り桑次郎。こちらね、一度どこかでお会いしましたな。確か京都蛤御門で。そうです。はあ、宮様お元気ですか。はい。懐かしいですな、あの頃が。ところで近藤さん、今日はお別れに参りました。別れに甲府へ参ります。何、甲府に。生き残った者全員引き連れて参ります。そうですか。もはや引き止めても無駄でしょう。先生、いつか申し上げ申した榊婆さんが。ん、わかり申した。景気公のことは歓迎あげ申そう。じゃどん、江戸城のことは難しごわす。勝さんも反共順の人たちを説得するのは難しかろうちて難航しとると聞いとります。では戦果を免れませんか。幕府を倒すためには仕方なかことでごわす。幕府に代わって薩長が天下を取るということですな。はっきりと物言うお人でごわんぞら。幕府は300年天下太平に甘んじ政治をないがしろにしやった末路でごわんど。確かに先生のおっしゃる通りかもしれません。しかしその戦いのために多くの人々が苦難の道をたどることになります。無論先生はご存知でしょうが。新助どん、お茶の代わりを持ってきてくんやい。江戸城を無血で開城する手立てがたった一つごわす。それは何です。山鹿志功先生の手になる江戸城七つの抜け穴の絵図。絵図、そいがおいが手に入れば勝さんも反教順の人たちを容易に説得できもそう。わかりました。それは
昔から私が大切なものを預かっているからではないかと思います。おやおや、皆さん、また井戸端会議ですか。天然堂さん、大変だよ。どうした？あの子供たちがね、八田五郎親分にちょっかりで行かれちまったんだよ。どんな人くらい、どうした、どういうことなんだよ。あの子たち、何かやったのかい。どうしたんだよ。山賀殿、久しぶりの親子対面、いかがかな。絵図の在りかを教えてもらいたい。青江殿、わしは薩長方にも決して絵図のことは口が裂けても言わぬ。だから子供たちを自由にしてやってくれ。私は人を信用せぬことにしている。ではわしを殺せ。殺せばよいではないか。殺して済むなら六年前に殺しておる。あの絵図がこの世にある限り、幕府は放っておくわけにはいかんのだ。いつまでも喋らんとなれば、その方の前で子供たちをいたぶらなければならぬ。そのような事態は避けたいものだ。大島。はっ。はっ。さあ、飲み行くぞ。まだかい。大島、いいところであったな。旦那。大丈夫だ。任せて。大島、貴様の命をもらう。黒ずきん三女、源一郎、知っていたか。共に学びし直進影流、忘れるものか。青江、久しぶりだな。参る。に傾
断するとは見下げ果てたやつ。俺は日本を正しい道に向けたいだけだ。なぜ幕府を盛り立て日本の安泰を図ろうとしないのだ。日本の安泰とは日本に戦が起きることだ。薩長が天下を取れば平和が来るというのか。おい目を開け、人生を引け。言うな。万機を持って巻き返しを図る。青江、問答無用のようだな。山賀先生の娘と息子はどこにいる。いい言われか。貴様に預けた。先生ですか。君はどなたかな。先生をお助けに参りました。すぐさまここを私と出てください。いや、出ることはできん。何故です。わしが逃げたと知れれば娘や息子は殺されてしまう。してお二人は今どこに。青家下野の屋敷にいる。そうだったか。先生にお聞きいたします。抜け穴の映像はどこにあります。先生どこなんです。よく聞いてください。先生、薩長連合の江戸城攻撃が始まります。江戸は戦火に巻き込まれ、関係のない多くの町民が死ぬことになります。円さえ手に入れば戦いを防ぐ人がいるのです。それは誰です。薩摩の西郷隆盛。教えてください。子供たちの守り袋の中にあるんだ。わかりました。あなたたちの命には代えられません。そのことは大江下野に喋ってください。私は必ず大江から奪い取ります。待て、抜け穴の一つを教える。入り口にはお茶の水にある穴八幡、出口は城内上五条口近くに出る。城を開けろ。閉じ込めるんだ。鉄砲なんだ。先生、きっとお助けに参ります。いいか、よく聞け。部下を探らせないと貴様の頭を吹っ飛ぶぞ。
れ入りました。おい、やれ。父上。父上。父上。待て。言うか。間違いない。さあ、約束通り子供たちを自由にしてやってくれ。俺は人を信用せん。子供だからといって油断は禁物。長い間身につけていた絵図、覚えていては面倒なことになる。どうしようというのか。親子は仲良く暮らすものだ。誰にも邪魔されず一緒にいられる場所を見つけといてやった。どこだと思う、山賀殿。あなたが好きな抜け穴だ。卑怯な。源一郎様が黒ずきんだったんですね。お花ちゃん、はい、窓から川端を見てくれ。はい、待ってろ。笑うと思って。船でお侍さんが。教えてくれたんだね。来ましたぜ、旦那。
勘弁してください。何度も喋りますから。それはこの大島の旦那から聞いたんですけども、あの子供たちを今日お城に連れてって親と一緒に生き埋めにするんだって言ってました。ねえ、旦那、そうでしたね。大島、勘弁してください。あすきし、えい、こいつらを処分いたせ。えい、いいな。この絵図が薩長の手に入ればひとたまりもありませぬが、ここにこうしてある以上、要塞堅固な江戸城、めったに落城はいたしません。抜け穴はことごとく爆破いたします。ただし七つ目の抜け穴だけは万が一ということを考え、上様の退避口として残す所存でございます。七つ目の抜け穴は横道もなく、絵図がなくとも城外に出られます。一つだけ残して大事ないのか。これを知っているのはここにこうしておられるご老中の方々と私めだけでございます。山賀親子の口は永久に封じますゆえ、ご安心のほど。今三番目を爆破終わりました。山川親子は間違いなく六番目の抜け穴に閉じ込めたであろうな。は、間違いなく。支障のないよう速やかにかかれ。は、
残るは四つか。金と呼ぶべきか。共に剣を学びす友を切らねばならんとは、徳川の武士として思う。怖いか。父上と一緒だから怖くありません。父上、母上にもうすぐ会えますね。五番目か。江戸は火になりますから。参りましたな。西郷さん、榊原という男、ご案と国を救いましたな。
え？天明堂のおじさんは？おじさんね、当たらねえのに忙しくてね。もう一度会って、お礼がしたかったのにな。玉三郎、ほら。Gah!